皆さんこんにちは天海源一郎です、えー、今回からですね動画、えー、私もですね登場することになりました、えー、皆さんこんにちは、えー、私はトウシルでは月2回、えー、原稿を書いてるんです、えー、今月の狙い目株というものこれが月の前半そして月の後半には 今月の十万円株というですね、えー、投資入で書かせていただいておりますプラスこの動画で皆さんのお目にかかることになりました、えー、よろしくお願いいたしますさあ今回はですねそう何の話をということなんですが、えー、ガイダンスリスクということはガイダンスリスク、えー、これまあ何かと言いますとですね、えー、企業が 今ちょうど3月期決算企業の決算発表、竹縄ですね、えー、5月の14日がピークになるわけなんですが、その時に今期の見通しを企業は出しますよね。そうで、すねでその出した業績予想がどうかということで株価がアップダウンすること、こういうことがあるわけですね。そして特に 今回、ですねこのガイダンスリスクというものにおいて、どういう現象が現れたかといいますと、ですねその企業が、会社側が発表した根気見通し、これは決して悪いものではないんだけど、株価が下がったということが多く見られております。でそれがなぜそうなったのかといいますと、ですね、えー、アナリストがですね事前に予想してますよね。 えー、これぐらいになりそうだ、これぐらいになりそうだと、それよりも会社側が保守的な見通しを出すことが非常に多かったんですね。えー、ソニーもそうですし、えー、その前、日本電産もそうですし、ソニーと同じ日だった村田製作所もそういうことになって株価がその時下落したんですよね。こううなっててきますとと改めてガイダンスリスリクというものが 意識されるようになってまいります加えてですね、えー、まあ、先ほどからソニーの話ばっかりしてしまうんですけどもあのゴールデンウィークの直前こういうことも私要因としてあったんじゃないのかなっていうふうに考えておりますあの長いですねお休みの前というのはこういうことが起こります一つ様子見ですね多くの投資家が、えー、その特にですねお休みの間ですね 海外市場やってるわけですよね。それと連休明けの時にこにギャップが生まれることを嫌がってですね、もう様子見を決め込む、それともう一つは、えー、今まで持っていたポジションを整理するんですよね、それもまあ理屈は同じなんです。長いお休みがあるから整理しちゃおうというようなこと、えー、それがですね、このガイダンスリスクと伴って、ポーンと株価が下げるようなことがあった。 えー、もうね、ついでですから、まだソニーのこと言いますけども、ソニー、決算発表、会社見通しを発表した翌日、なんと7%も下げたんですよね。皆さん、どうですかソニーが1日で7%下げることっていうのは、なかなか見られないことなんですよね。よほどのことが起こったんだというふうに考えてください。まあ、そしてですね、えー、このガイダンス、企業の 業績見通しですね、これ、あの実は昨年はですね、4割方の企業しか発表することができなかったんですね。えー、それはもちろんあの、コロナの影響が不透明だからということなんですね。えー、しかし、まああの今年はですね、この5月の6日時点で、えー、製造業では90%の企業が、そして非製造業では84%の企業が ガイダンスを発表しております。あの一部の企業はそれでも見通しを発表できない、えー、不透明感からしなかったんです。あの有名な銘柄では M3 がそうでしたね。で M3 に関しましてはガイダンスを発表しなかったということで売られるとこういうことも起きたんです。えー、非常にですねこのガイダンスリスクが意識される。 状況になっております何しろですねその数字そのものが客観的にいいとか悪いとかじゃなくって事前のアナリスト予想とどう違うかとかですねあるいはまあ発表しなかったあの前期はすごくいい業績なんですから今期買ってそれなりにいい業績があると分かってても会社側が発表しなければ売られちゃったというようなことが起きておりますからね。これは気にしていいきたいかつ 連休の前というのは特にそういうことになるんですよということをもう一度強調しておきたいと思います。えちなみにですね、この2022年の3月期の通期予想、これも5月6日までの話ですけども、えー、売上高で言いますとプラス5.7%、そして経常利益においては 58.8%プラスこうなっております。売上高、経常利益とも大きくプラスにはなっています。それを前提に株価が形成されていくんですね。さあ、そしてこの決算発表終わっていくとさあどうなっていくんだろうっていうこともやはり考えますね。はい。これあの例年のこと。 というふうに申しますとこのアベノミクス以降2013年以降ということで申しますと6月、7月というのは比較的堅調に推移していたことが多かったですはい、そういう意味においてはゴールデン行く前のガイダンスリスクでフラフラっとしたところが押し目になっているというケースも多くありました これも一つ頭に置いてほしいことだと思うんですね。えー、従いまして、なんでこの銘柄がこの決算見通しで、業績見通しで売られたんだろうという銘柄に関しましてはですね、こう目をこう凝らしてですね、その株価の動き、株価の動きが良くなってくれば、これどういうことなんだろうかというような目で見ておかなければならないのではないかなというふうに考えております。 でまあ、注意点はですね、今、私がこういうふうに注意して見ておきたいなと申し上げているのは、これはあ,のあくまでも主力株のことであります。えー、ベンチャー企業のですね、この銘柄においてはですね、 えー、全員参加型ではないので、もしかすると株価は一方向、これ、下がるばっかりじゃないですよ、こう上いくときもありますけども、一方向に動いていくこともあるかもしれませんけども、主力株において、全体の市場に影響力のあるような銘柄においては、あの,の元を過ぎれば暑さを忘れるっていうわけでもないんですけども、その一定の期間が過ぎますと、元の様子に戻っていくことはあります。 さあその上で実はこの2021年ならではの注意点ここまでお話ししてきたことともつながることを一つ指摘したいと思いますあの。先ほどゴールデンウィークは長いお休みこれ海外がお休みじゃなくて日本だけがお休みという時に様子見だったり生理飽きない えー、この場合はですね、まああの、持っていたポジションの逆方向ですよね、それに動くことがあるというお話をしましたけども、そうであると、何が気になるんだろうというとですね、この連休というやつですよね。あの連休は、い市民としては非常に嬉しいんですけども、投資家という観点からはですね、 それぞれの国によって違いますしね。あと、皆さんご存知ですよね。日本って祝日多いこと。ご存知ですよね。あの、欧米に比べて、まあ、特にアメリカと比べることが投資において重要になってくるんですが、明らかにアメリカの方で祝日が少ないでしょ。私たちはなんとですね。 祝日が多い国に住んでいるんだということをですね、認識することがあります。そしてあの、の今年何をじゃあちょっと気をつけないかいけないかということですがこれまああの、卓上カレンダー、7月なんですけどね、まあ、別に見,見えなくてもいいんですよ、ね、これ、JPX の卓上カレンダーなんですけどねあの、7月23日に東京オリンピックが開幕する予定ですよね。 ご存知でした23日の前の22日もお休みで、これ木曜日です、22日というのは7月ですね。で、7月23日開幕の日、これ金曜日なんですけど、ここもお休みになっちゃう。つまり、オリンピックがあることによって、2時二2三、3、2四、4、25というですね4連休が生じるんですね。 えね、嬉しいような、嬉しくないような、いや、嬉しいのかな、オリンピックがあるしね、ほら、微妙でしょでも、マーケットの上では4連休になってしまうんですね。でしかも、その後もずっとこうオリンピックが続いていくわけですよ。ね、もちろん、ね、毎日応援します。日本選手、応援します。もしかしたら、金メダル、金メダル、金メダルってこうなるかもしれないしね。 銅メダル、銀メダルかもしれないけども、熱狂のうちに、ですねちょっとその他のことの動きが止まりがちになる可能性、あると思いますよね。で、さらにですね、今度はあの8月、オリンピック8月8日までなんですが、ね、8月8日というのはもともと日曜日なんですけども、その後の9日、これが山の日というのが前に来るんですよね。それでお休みになるんです。 そうなんです。ここでも3連休が生まれますし、まあ、3連休ぐらいだとそれほどでもないなって話なんですがこの8月の第2週というのは日本はいわゆるお盆休みという時でもあるんですよね。そうお盆休みというのはカレンダーの上にはないんです。だけどお盆休みは存在しているんですよね。 そういう形で、オリンピックが始まる前の7月22日から、オリンピックが終わった翌日の8月9日、さらにはお盆休みというところの中心となります、8月の13、14、15、このあたりまでというのは、非常にですね、 国内の投資家の動きが緩慢になるかもしれない可能性があります。えー、これはあの国内が相談だったら多分海外の投資家も東京での売買っていうのはそういうことになるんでしょうね。で、ただね、一つあの申し上げておきたいことを付け加えますけども、商いが薄くなると、 必ず株価が下が下るわけでではないんですよあの買い物が多かったらですね、薄商き合いの中、ポンと値段が飛ぶようなこともあります。従いまして、どのように認識しておけばいいのかと言いますと、お休みに入る前、ポジションの整理が通常よりも強く見られるだろう。そして お休みの最中、まあ、オリンピックの間っていうのとかね、それとかオリンピック終わってからお盆っていうのは、すごくこう、判断がしにくいわけですが、薄飽きないであるだろうと、もしかすると値段が上か下か、それを今、言い切ることはできないんですが、大きく動く可能性があるんではないかということを想定しておくと。これが 重要なんですね,ねいきなり言われるとついていけなくなっちゃう。カレンダーをご覧ください。あこの時こうだよな。オリンピックっていうのも、私が持ってたカレンダーもそうですけども、この時点では書いてないですもんね。で自分でちゃんとこう認識していかなければならないですし、申し上げましたように、 お盆休みというですねカレンダー上にはない休みっていうのもありますし当然海外のお休みっていうのもありますよねそうこんなふうに考えていきますと案外普通に取引する日というのは少ないんだなということが浮き彫りになってまいりますそれが大前提であるんであると通常の時という時に一番投資家は活発に秋波をしようとするんだな といいいううようなイメージもついてまいりまりすさあ今、ガイダンスリスクの話から、連休前、そしてお休みの間、まあ、お休みというのはですね、取引がやってるけど、お休みとかいう時もあるわけですからね、えー、そういう時についての注意点、えー、いかにそれをですね、 忘れないようにするかということを私今強調してるんですけども特にあまり商いが多くない銘柄の場合その影響を受ける可能性も高くなりますので、えー、カレンダースケジュールですねそうしたようなことを頭に置いていましょう。